どうもお疲れ様です。そうですね。まあ、いわゆる工学塾とかビジネス塾に、まあ、入ろうかなと思っても、今お金がないんですっていうね。まあ、これは、まあ、わからないでもないけども、不思議なレトリックだなと思いますね。まあ、でも、その工学塾に入ろうか入る前かっていう、そこが一番最初の壁であり、ビジネスじゃないかなと思いますよね。どうやってお金を作ってくるか。どうやって、 チャンスをものにするかってことだと思うんですよ。あの、やっぱり商品っていつでも売ってるような気がするんですけども、その時点でお客様神様っていうようなね、あの考えに毒されてるかなと。お客様神様っていうのは販売者側が言うことであって、お客さんがね、俺は神様だからいつでも買えるんだっていうふうになることじゃないかなと。だからまずは、その本当に自分が欲しいもののためにね、 どううやっってててお金を捻出してくるかってことだとだ思うんですよ、まあ、私の速価塾スタートしたときに、うん、一番最初の商品は1万9800円だったんですけどもその金がないっていうね第1号の速価塾の塾生はどうしたかっていうと知り合いのところにねもう土下座をしてお金を貸してくれと頼み込んだそうですねまあそこまですると1万9800円ごときはねそれは誰でも貸してくれると思うんですよ、うん、でそれで 借りれないってことはビジネス始めても1万9800円の商品は売れないってことですからね。だからまずは恥を捨てるという商品を土下座という形で頼み込んでお金をゲットする。そのぐらいのことはしてもいいのかなと思いますし、まず一番最初のビジネスでしょうね、そこが。マインドチェンジするっていうか。それこそなければ借りるしかないんで、 どう借りるかってこと、誰に借りるかってこと、これは多分誰に物を売るかってことにも繋がるのかなと思いますよね。この人だったら、まあ2万円は無理でも5000円は貸してくれるだろうと思えば、その人を4人思いつけばいいわけですよね。まあ、あの、私は自分の例をね、ここで引き合いに出すのは適当じゃないかもしれませんけども、金がないと思った旅行中のハワイで、落ちてる石を売って5ドル、当時の価格で500円。500円、 を20人の人に売って1万円を作ったかける2時間をやってですね2万円を稼ぎながら1週間の研修期間中毎日それを繰り返して毎日2万円を2時間で稼いでっていう経験もありますよね自慢じゃなくってそれはダメかもしれないけどそれをやってみるっていうところがまずビジネスじゃないかなと思うんですよねダメかもしれないけどやってみる、うん、その積み重ねがたまに うまくいくになってきてセールスもやってみたけど売れないかもしれないでもあの手この手でやっていくうちに売れるポイントっていうのがまあ見えてくるっていうところじゃないかなと思うんですよねで結局ビジネス始めてもそのどっかのビジネス塾に入ってもね何か黄金の手法がポンと手に入るわけじゃないんですよビジネス塾に入るぞっていう目的に対してどのように自分が小さな変化を起こすかっていうところがまさにもう 塾に入ろうと思った時に始まってるんですよね。それでお金ができたら入りますっていう風になっちゃうってことは、まあ、中には本当にね入金のあてがしばらく先にあるからその時にっていうところがあると思いますけども本当にそうなんだったらまずはね一刻も早く塾に入らせてもらって交渉してお金はこの日に払いますでもいいと思うんですよ。であとはね高額塾って言ってもね30万50万とか金額すると思いますけども。 お金ができたたらら入りますっっていうんだったら最初に内金でねじゃ今はもうね1,000円しかないんで1,000円で打ち金入れときますんでぐらいのことが言えて本気度かなと思いますよねあとはもう分割の交渉するとかねだからそういうさまざま入学金全部払えなくてもなんとかしてこう覚えてもらうっていうかねきっかけを失わないでいくとか方法はあると思うんですよね。 やっぱこうビジネスしてても10万の商品が売れなければねなんか分割で3万,3万なんとかってするとかねそれとも10万の商品がダメだったから、まあ、5あ0千の商品急遽作ろうかとかね、まあ、そういうふうにして変化していってとりあえずゼロはなくすっていうことはできるんじゃないかなと思うんですよ、うんまあ、そういうふうに何か目標を設定した時に目標100%は無理でも 5%でも掴みに行くっていうことの積み重ねがビジネスじゃないかなと思いますよね。はい、ということで、もうね、入塾前にもすでにビジネスは始まってるということなんじゃないかなと思います。いってらっしゃい。